こんにちは、加藤理香です。日本丸ないのスパ&サロンをご紹介します。せっかくさ、船に乗るんだったらサロンに行ってみたくないってことでね、行く前から予約してね、行ってきたんです。ビューティードレッセ山の山の愛子美容室です。あのね、特にね、用はなかったんです行ってみたかっただけちょっと海見えるでしょ、荒れてきたんですよね、この頃から。でね、ちょっとカーテン映るかなと思うんですけど、揺れてるはず。でね、窓見ながらとかもできるんですけど、もう波見てたら酔いそうなのでね、海側じゃなくて反対向いてテレビ見たりしてました。うん、ほらカーテン揺れてるでしょ。景色はいいんですよ、ほら外見えるから。だけどね、外は見れなかったな。で、私はね、シャンプーブローカットヘアカラーで12000円ぐらいだったかな。うん、どうでしょうか。これは仕上がりです1時間半ぐらいだったかな。あ、だけどね、カットはしてないんですよ、私。うん、行ってみたかっただけだったのと、船が揺れすぎたんでね。皆さんもよかったら行ってみてください。美容室のほか、フェイシャル、ボディケア、ネイルコーナーもあります。